こんにちは、土の子です。さあ今日からね、ヘイピクミンやっていきたいと思います。今日発売ね、アミーボもちゃんと買ってきました。さあやっていきましょう。どんな感じなんだろう。オリマーさんの乗った宇宙船が飛んでおる。宇宙を股にかける運送会社。運送会社なんだ。ホコタテ運送。ガチホコ。出た。一人乗り。ベテラン社員、キャプテンオリマー。今日もたくさん働き、ホコタテ星へ帰るところでした。ワープ開始5秒前。3、2、1、バヒュー。バフーン。明日の休みは子供といっぱい遊ぼうと。あ、子供いるんだ、オリマーさん。オリマーが考えていたその時です。いつもと違う景色が目の前に広がっていました。どうやらワープに失敗したようです。オリマーは必死に切り抜けようとしましたが、はあ、ロケットの操作ができなくなり、そのまま惑星に墜落してしまいました。ゲームが出るたんびに墜落すると有名なオリマー様でございますな。やっていきましょう。そして出た、いつもの感じ。かわいい。ああ、避けて、みんな避けるんだ。そしていつもピクミンの星に落ちてくるっていうね。大丈夫か？さん、オリマーさん、あれ、名前知ってる？あ、まぶた、パチクリ、パチクリ、パチクリ。お、オリマーさん大丈夫ですか？わあ、あー、無事でよかった、安心しました。私もほらこの通り。あ、宇宙船が喋ってるのか。わあ。さあ無事も分かったことですし、早速ホコタテ星へ帰りましょう。とはいえロケットがうまく動けばいいのですが。ん？オリマーさん、大変です。エネルギーが、キラキラエネルギーが空っぽです。キラキラエネルギー。エネルギーがないとロケットを動かすことはできません。オリマーさん残念ですが、このまま助けが来るのを待つしかなさそうです。キラキラ、ふーん、がっくし。ん？なんだ？うむむ、これは。オリマーさん、かすかにですが向こうにエネルギーを感じます。私についてきてください。どれどれ。ほう、わあ。ちょっと操作を見たい。うろ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 。オリマー、逆から読んだらマリオ。ん、あの生き物はピクミン。ピクミンだ。あ、ふん、はっちゃん。かわいい。一心伝心してる、まさか。逃げた。あ、逃げましたね。どこに行ったのでしょう。わーい。オリマーさん、さっきのピクミンはこの草の中にいるようです。ピクミンはオリマーさんの笛に反応するはずです。吹いてみよう。へいへい、ピコピコ太郎。4匹いた。わわ、4匹も隠れていましたよ。この惑星でピクミンに出会えるなんて思ってもみませんでした。やったー。近くに寄ってきましたね。この笛のピクミンもオリマーさんの笛の音が好きなようです。それにしてもピクピク人参に似て、ピクピク人参っていうのがあるのかな。よし。あ、大事なことを忘れていました。キラキラエネルギー、反応はこの先です。急ぎましょう。行きましょう。どれどれ。ありました、あの木の実から反応があります。お、キラキラしてる本当に。
けど私もオリマーさんも届きそうにないですね。そうだ、ピクミンに取ってもらいましょう。オリマーさん、あの木の実をタッチしてピクミンを投げてください。ほい、おお。な、投げたらピクミンが取ってきてくれる。やりましたね、キラキラエネルギーです。ただどうやらこの実、木の実は1キラしか入っていないようです。私の計算ではホコタテ星に帰るのに必要なエネルギーは3万キラ。なんとキラ。何キラよ。がっかりしないでください。まだ先にエネルギー反応があります。それに私もいますし、ピクミンもいます。目指すは3万キラ。頑張りましょう。行ってみよう。操作は、お、ほんとだ。あ、あ、タッチや。かわいい。みんな、みんなおいで。お、お疲れ様でした。オリマーさんは中に入って休んでください。その間に次のポイントを探しますね。はあ、吸い込まれていく。ピクミン。ピクミンたちは早速向こうに大きなエネルギー反応を見つけました。向かってみましょう。いけるの？動くの？はエリア色めく花園花園。やべ、直接的に読みすぎてる。エリア1行こう。花園があるんだね。ピクミンいっぱいそう。始まりの場所、図鑑とかあるぞ。ほう、どんな感じなんだろう。まあ最初はちょこちょこピクミンたちを使ってキラをゲットするみたいな感じかな。どんぐりが1キラ、どんぐりマークが上にあるんだね。お、笛を吹くんだ。ピピー。さっきと一緒じゃん、同じ場所。あれ、どうやって行くんだ上に。あ、なんかかわいい。なにこれ、なんか運んでるぞ。あ、はあ、階段が。やった、そういうことね。オリマーさん気をつけてください。危険な原生生物が近づいてきます。このままだとやられてしまいます。ピクミンを投げ当てればやっつけられるはずです。倒してしまいましょう。よし、行け、ピクミン行け。あ、天国へ浮いていった。これは、あ、なんかでかいのが、わあ、なんか上から、あ、上には、上を取ることできない。あ、今から下に、あ、シューティングゲームだこれ。あ、で、ピクミンがいそ、あ、なんかある。オリマーさん、あの丸い物体から大量のキラキラエネルギーを感じます。真珠の指輪じゃん。ピクミンに取ってきてもらいましょう。行け。あ、あれ、あ、いけた、いけた。あ、3人必要。あの投げ方。やったやった。何個もらえた。始まりのループ100キラ。ほほー、100キラもエネルギー入ってました。お宝がいろんなところにあるって感じなのかな。お、消しゴムこれ違うのか。はい。これで橋を作れた。まだあるぞ。よし、できた。上もしっかり見とかないと。簡単に鳴らしていこう。あ、うん、わ、なんかいるぞ。起きる前に助けろ。行け、みんなで。待て、オリマ、行くぞ。おら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 、あはは、 HP が表示されてる。倒せ、でででおら、戦うぜ。おらおらおら、面白い。イエーイ、キラもゲットした。この上の穴が気になりますね。オリマーさんの背中にあるホバーを使えば届きそうですよ。使
使っている間はピクミンを連れていけないので気をつけて進んでください。おお、ホバー、へえ、ああ本当だ。これ上行っていいの？行ってみよう。あこれゲットしていいのかな。あ、いけるんだ。オリマーだけでもマインドコントローラー100キラ。ほほー、なんかこういうデカ物を結構見つけていく、お宝探しゲームみたいな感じなのかな。みんな整列したら、おい、なんか繋がってたらすげえ気持ち悪いな目がこっちいっぱい見てるみたいな感じでちょっと気持ち悪いなよし行こう。お、来たな。け、投げろ。おら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 、あ、食べられてるかも。大丈夫？助けろうわ、シューティング系や、マジでおし、あ、なんかいっぱいいるみたい。ほい、よし、あ、これ右上にデカモノがちゃんと書いてあるね。400キラ、これで全部取ったってことだ。わ、いるな。おら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 、食べられる前にやっつけるぜ。これ、うわー、ビビった。ちょっとそんな中にいるの？やべえ、食べられたかも。おら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 、よし、おら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 、あ、ちょっともらってこう。これでエリア1の1が終わりかな。原生生物がたくさんいて危険です。安全なところに一緒に帰りますね。お宝コンプリート。お宝を徐々にコンプリートしていくっていうのが使命か。で、キラーを集めて、オリマーが飛び立てるようにする。よし、集めたキラーエネルギー、ブブブブン、何個？もう639も集めちまったぜ。連れて帰ったピクミンも喜んでますね。広場に行ってみましょう。なんだ広場って。ほう、あ、上が広場か。ここなら安全ですね。ピクミンものんびり過ごせそうです。オリマーさん、落ち着いて調べてみたら、この辺りにもキラキラエネルギーを感じます。ただなんだ、あなんかちょろちょろ動いてる何これ、かわいい。キラキラエネルギーがありそうな場所を片付け始めたようです。何か見つかるといいですね。一度ロケットの様子を見に行きましょう。おお、やっぱりオリマーさん、いいニュースです。キラキラエネルギーはほとんどなくなっていますが、機能は少しだけ正常に動くようです。図鑑が機能しています。お宝やピクミンのことを見ることができます。へえ、まずは2000キラ集めましょう。なるほど、集まったらね、図鑑も見てみましょうね。アミーボ、僕買ってるか、アミーボ使ってみたいな。ピクミンが何か見つけたようですよ。行ってみよう。あ、すげえ、クロムハーツの指輪だシルバーリングだ。このお宝には400キラも入っています。よし、今度はどこ探すんだろう。あ、草むら。キラキラエネルギーを見つかるまでは。なるほどなるほど、ちょっとアミーボ使ってみよう、せっかく買ったから。広場にいるピクミンの数に合わせてアミーボピクミンのレベルアップが行います。ピクミンをタッチしてください。はい、今日買ってきたピクミンだ。お、出た、土の子。そうですよ、登録。オーナーとニックネームを登録。ウェイ話してください。はい、タッチ。なんで2回もタッチさせるんだよ1回で完了しろ。どうなるんだろう。広場のピクミン17、レベル1からレベルアップにはあと33匹ピクミンが必要です。ピクミンを呼び出すを呼ぶと呼び出せる。あ、なるほど、なんかレベルアップ徐々にさせていくってことか。脇道にも何かあるようです。珍しいものが手に入るかもしれません。なるほど、
寄り道ポイント。ほう、面白いじゃん。寄り道から行ってみるか。あそこに何かありますよ。ただどうやって取るのでしょうか。じっくり考えてみましょう。なんか上にあるね。あ、ピクミンを呼ぶぞ。ははは。いけない。なるほど、これ上に行って、おー、すごいすごいすごい。なるほど、オリマーはジャンプできないから、あ、待って、これまず投げる、でこれだ、ジェットでこっち行って、でああ下行っちゃった。なんでピクミン。痛い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 、おいで。ギリ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 の戦いだった。おっしゃー、なんだろうこれ、蜂。本当に寄り道って感じだね。これはもしやペレットですよ、オリマーさん。オニオンに運ぶとピクミンが増えるあれです。広場に行ってピクミンを増やしましょう。お、先に行ってよかった。イエイイエイ、ペレットゲット、赤ペレット。広場のピクミンが8匹増えました。やったぜ。よし、じゃあ1の B 行きます。迷子の洞窟。よし、おいでピクミン。あ、黄色だ、キピクミン。あのなんか早口言葉でありそうな、赤ピクミン、キピクミン。電気に強くて高く飛べるのが特徴です。高いところが気になったらキーピクミンを投げよう。ほほー、おー、すごい強い。あ、ほんと、おー、ほんとだ、すげー高え。上まで通ずる。あ、やばい、あー、ピクミン。ピクミンが、くそー、一匹なくしちまった。なんか眠ってる。ほらほら。あ、なんか上にあるね。これあれだ、上に投げてこれ壊す。あー、食われてる。あ、やべえ、食われてる。ちょ待って、あ、あ、下にもいる。やべえ、ピクミンちょびっとなっちゃった。ミスった、完全に。あ、こうやっていけるんだ。よし。食べられちった。なんとか取れたけど、なんちゃってノーブル。ダダーン。いいね。おお、びっくりした。ここがへこむんかい。こっち行ってみよう。あ、左にもなんか道がある。右にも。右は、これ何のために開けたの。ちょっと行ってみるか。あー、ほら、やっぱり。でででで、開かずの水族館。なんだ開かずの水族館って。缶詰じゃん、ただの。あれどうやって届かせるんだ。あ、なるほど、これだ。オッケー。オリマーさん、上のアイコンが赤くなっています。迷子になったピクミンがいるようです。ピクミンがいなくなってます。どこ、おいで。大丈夫かな、離れちゃうといなくなっちゃうのかも。こっちは、あ、包丁がある。ほい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 、包丁ゲットだぜ。いや違う、包丁じゃねえ、万年筆だ。万年筆でした。平和ミサイル。おい、な、名前めちゃくちゃじゃねえかよ。平和ミサイルって。そうだね、
ペンは剣よりも強し。ここにはいない。あ、そこにいたの花火のあれじゃん、カスじゃん。大丈夫かうわあれなんだろう、ナメクジ足引きずってるみたい。いいのかな終わった。あ、でもキラ取ってるね全部。キーピクミンと初めて出会いました。よし、キーピクミンを広場に連れ帰ったぞ。わあ、何これ、夜間キノコの谷。何かマークが現れましたね。何でしょう。夜間が奥に見えてるね。ででーん、ピクミンいないよ。おお、すげえ、めっちゃ跳ねる。ピピー、いない、寂しい。うえ、うわあ、ちょっと待て、ピクミンを呼べ。オッケー、これで戦えるはず。いや、戦わない方がいいか、まだ。いや、戦うか。わあ、すごいすごい、赤ピクミン強え。戻ってこなかった、倒すまで。おいでー3匹しか隠れられないの、そこかわいいね。うん、なるほど。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、上だ、上上上をやると、あー、食うな食うな、あぶねえちょっと待ってピクミンはどこへ。やばいなやっべえぞこれ。僕に任せて。ピピー、よし、これ下は行かなくていいのかなもうちょっと待って、あ、これいけそうだな。これこうしてんだよね。あ、でもこれか、これ飛んだらいいんだ。飛んでゲットすれば、よし、ピクミンたちを、よし、これで、これ来れてるかな。オッケー、おー、増えた増えた。何があるんだろう。あ、さっき行ったとこだ、の上側だこれ。なんだこれ、ナメクジ、キノコなんかモグラ叩きみたい。ほら、あ、何が出る。お、やった、磁石、健康ゲート磁石確かに健康にいいけど、健康ゲートって、あれ、真ん中が残ってるな。なんかどっか取り逃してるのかも。あら、どっか一個取り逃してる。むむむ、探索終了。なんかちょっと悔しいな、どこを見逃してたかな。集めたキラエネルギーが2000キラになりました。オリマーさん、この調子です。探索中にレーダーマップを確認できるようになりました。 LR ボタンで表示できる。6000キラ集めると新たなキラが回復します。なるほど、徐々に集めていくと、なんかいろんな探索に有利な機能があるんだね、働くんだ。真ん中がゲットできなかった、悔しいぜ。アミーボマークなんだろう、これ。あちらの泉からエネルギーが大量に湧き出してくるのを感じます。行きましょう、これか、キラキラの泉、行ってみよう。
たくさん集めよう。あ、すごいです。キラキラエネルギーがたくさん湧き出ています。時間の限りたくさん取ってください。よーい、おいで。あ、おお、すごい、こういうことか。はあ、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 キラキラが。はあ、はあ、はあ。キラキラ、キラキラエネルギーが。そう、よく考えたらオリマーで受け取ればいいじゃん、この状態の時は。あ、これは、あ、受け取れない。みんなで一斉に受け取るぞ。うわ、すごい、これどんぐらい受け取れたんだろう。受け取れたのかな、今の。結構チャッチャララーン。どうだ、75、5、387。やった、キラキラゲット。なんかボーナスステージみたいな。消えましたね。また湧き出るかもしれません。しばらくしたら様子を見に行こう。遊びができます。ほんと、アミーボが落ちてきます。どれどれ、落ちてきた。あ、寄り道ポイントに落ちてきた。本当に、あ、アミーボが落ちてきておる。ちょっと待って、その前に、やった、キピクミンが。で、こうか。はい、おいでー、みんな運んできて。やりました、キラがもらえるの。これで、これにもキラキラエネルギー反応があります。早速取り出しましょう。どんぐらいもらえたんだろう。アミーボゲット、届かぬ兵、200。安っ。届かぬ兵。なんか他のアミーボでもいいかな。でも太陽アミーボって書いてあったね。あのオリマーさんのアミーボとか使えるのかな。特別なアミーボなので複数回使用できます。へえ。もう一回、もう一回やってみるか。あ、でもレベルアップとかできるって書いてあったな。ちょっと広場に行ってみよう。よし、多分レベルアップするぞ。どうだ、ほら、レベルアップ、レベル2になりました。呼び出せるピクミンが増えました。探索中に一度だけピクミンを8匹。わー、最高じゃん。スタートボタンを押してピクミンを呼び出すを選ぶとピクミンを呼び出せる。やった。結構これで難易度がちょっと下がるんじゃない。そしてもう一度アミーボをタッチ。アミーボ使う機会多いね。あ、おお。なぜかスプラのガールが落ちてきたぞ。スプラのガールが落ちてきたんだが、スプラのガールあるよ、僕アミーボ使えるんだ。でもこのピクミンのアミーボさえあれば、いろんなアミーボ持ってなくても多分ゲットできるみたいな。おいでー。よし、これはどういったらいいかな。こうか。あー、違う違う、ちょっと、ほら、8人いる？ここだ。おし、いけたいけたいけた。あぶねえ。やりましたー。イエイ。ガールのアミーボもゲットしちゃった。アミーボポイントで、大大戦士。大大戦士だ。なるほど。あ、じゃあステージごとにアミーボマークがあって、
このピクミンのアミーボを持ってたら、いろんなアミーボの代わりをしてくれるってことなのかな。いや、いい感じだぜ。ということで、今回一旦ここで終わっとこうかな。今日ね、アミーボと一緒に購入してきて、このピクミンのアミーボ、かなりね、探し回ってゲットしたんですけど、ほんと買ってきてよかった。アミーボなかなかあると、ステージ中に1回だけね、8匹のピクミン呼び出せたり、かなりね、お得な感じになってるね。ということで、これからもね、ちょっと、ヘイピクミン、結構急ぎ目かもしれないけど、実況していくと思うんで、よかったらね、また次も見に来てください。それでは、土の子でした。